こんにちは、ダブリンニュースクールエミです。今日はですね、お友達から直々にリクエストをいただいたんですが、日本の餃子の作り方を教えてほしいということで、独自のレシピをここで公開しようと思います。需要あるか分かんないけど、ということで今日もですね、まずキッチンに移動して作っていきたいと思います。それではですね、早速ですが餃子を作っていきましょう。まずですね、こちらのレシピなんですが、完全にこう私が独学というか適当に考えたって言ったらやっぱひどいですけどのレシピになっていて、きちんとした料理のテキストブックだったりとか、お手本になる餃子っていうわけではなくてですね、なかなかヨーロッパで日本の食材また調味料を整えるのがすごく難しくって、完全にこう凝縮したという簡単に揃えられる、こっちで限界作れるところのギリギリを集めた食品でやっていこうと思います。なのでね、ヨーロッパで作れる餃子っていうのをテーマに置いて進めていきたいと思います。ではでは早速ですが、まず材料の方からご紹介したいと思います。まず豚ひき肉、白菜、ネギ、こちらではスプリングオニオンって言われるものとレイクって言われるネギがあるんですが、レイクと言われるもの、こちらは白髪ネギになっていて、個人的にはこの緑の葉が多いスプリングオニオンの方をおすすめいたします。お酒少々、お醤油少々、生姜、ニンニク、餃子の皮と、最後にこのウェイパーっていうものもあったらぜひぜひ入れてほしいんですが、正直これは私日本から買って持ってきました。通販とかでも買えるんですけれども、ちょっとね高いので、なくても全然大丈夫です。あったら美味しいなっていうくらいなので、全然調味料はこれだけで大丈夫ということで、早速ね料理を作っていきましょう。それでは一番最初にしてほしいこと、まずはお肉の下味をつけていきたいと思います。まず生姜を準備していきましょう。生姜の皮はね、スプーンで簡単に取れるので、まず生姜の皮をこんな感じで取っていきますね。生姜少々とニンニクを入れていきます。ニンニクはお好みでいいんですが、私はすごいニンニク大好きなのでめちゃくちゃ入れます。お醤油も少々で、ここでウェイパー大体一かけくらいですね入れて、よくなじませます。特にウェイパーは結構固形状で固まっているので、よくよく溶かして、これをですねお肉によく混ぜ合わせて大体30分ほど寝かせます。そしたら次に白菜を切っていきます。よく洗ってくださいね。細かく切って、塩漬けにします。と言ったんですが、だいたいこれぐらいぶつ切りで大丈夫です。
うですね。はい、じゃあこんな感じです。転がっちゃった。こんな感じです。そしたらここにお塩を少し足していきますね。パラパラーと、だいたいそうですね、3つかみくらいかな。そしたらよくお塩をまぶします。はい、なんで塩につけるかっていうと、白菜の水分を抜くためです。なのでだいたいこれは15分ほど置きますね。それでは最後にネギを切っていきます。これはただただ切るだけです。なんかめっちゃ細かくする必要はなくて、どうせ焼いた時に小さくなるんでこんなもんで大丈夫です。5分経ちました。水が出てきてるようなので早速絞ってみようと思います。こんな感じです。これで白菜の水分を抜きます。少し小さくなりました。これが完成形です。それでは30分経ちました。お肉もね、しっかり味がついたと思います。そしたら白菜と合わせていきます。そしてこの時にネギも全部入れちゃいましょう。よく混ぜます。混ぜ終わりました。こんな感じです。それでは最大の見せ場、餃子を包んでいきましょう。まずですね、餃子の皮剥がしますね。餃子の皮手にのせて、種をちょっと多いかな。このね、ポイントは小さめのスプーンですくうことが大事です。このくらい。そしたら半分だけ水をつけます。でまずは端っこをピッとつけますね。そしたらば、なんていうんだろう人差し指を真ん中に挟んでギュッギュッと上だけを結んでいきます。人差し指を真ん中に挟んでギュッギュッと上だけを結んでいきます。こんな感じ。ちょっとこうギュッてしたら可愛いか。前目が折り込まれてて、後ろは何もないです。前目が折り込まれてて、後ろは何もないです。で、ポイントなのが、ちょっとこうトントントンとして下を平らにします。で、ちょっと多かったんですけど、小麦粉をバットに引いて、下にこう小麦粉をつける感じです。ちょっと近くでやってみましょうか。お肉を真ん中に乗せて、お水をつけます。上だけね。で、端をピッと持って上だけを折り込んでいく。こんな感じです。ギュッギュッ。で、両端ピッとしたら下をトントントン。こんな感じです。襟巻きトカゲのイメージかな。そしたらつけます。これをやってきます。それでは焼いていきましょう。フライパンが温まってきたら、ごま油を入れます。少し火の方は中火にしますね。では、餃子を渦状に並べていきます。ちょっとこの時に小麦粉つけすぎちゃったなと思ったら払ってください。
まん丸くなるようにね、並べていきます。少し置いておきます。3分ぐらい経ちました。少し焦げ目がつきましたね。そしたらここでポイントなのが、あったかいお湯を少し注ぎます。できました。裏返してみます。わー、すごいいい感じにできた。こんな感じです。パーフェクトですね。今日はご飯も炊いてみました。こちらの炊飯器はイギリス・ロンドンの無印で買いました。ちなみにアイルランドとイギリスのプラグは一緒です。ダブリン市内にも無印あるんですけど、炊飯器は置いてなかったんですね。さて、開けてみましょう。あ、いい感じですね。固めが好きだからちょうど良さそう。うん、バッチリだぜ。それでは今日は私の前面に来てもらってます。プーリちゃんです。イエーイ、それでは一緒に食べていきましょう。では、いただきます。いただきます。Looks good. Looks super good. Yummy. Yummy. So good. So hot. Hot. Do you like Japanese dumpling? Delicious.Yay. It is my favorite. Mm. Definitely. Mm. Mm. You are good. No, no. I can't now. I'm scared I'm gonna drop it.I'm so happy. Thank you. Can you put more cabbage? Crunchy. Today's dumpling, I think my best. Do you think? I think super good, super crunchy. Do you want to use fork and knife?But my hand is shaking. What? You are so nervous. But me too. I can't use a good skill in my hand. Oh, I'm so terrible. I'm scared. We don't have a rules. Freedom. Nani? Oh, okay. My favorite. How to eat dumplings? Just.Dipping the soy sauce, then one more dipping the rice. But why? Last one. Dipping the soy sauce? Yeah. Perfect. Deli. Oishii. Yes. Definitely your best. Definitely. Crunchy. Crunchy and inside it's very soft and can I say mochi mochi? Fuwa fuwa. Mochi mochi. Fuwa fuwa. Mochi mochi. Fuwa fuwa. So delicious. I can't stop it.Because they are delicious. Yes, too delicious. Oi! Oi! Oi!